思いよ先生です。ね、まあ少し小悪でね、どうしててね、私こんな負けてるんですよ。これズドンと落としちゃって67,018円落としちゃって。で、今日ね、この2つね、これ勝ち越しましたね、これね。それで、今545円ですね。で、このインジケーターですけれども、これね、ストップとね、これ幅同じでしょ。これはリミット、これはストップなんですよ。これは1対1にすることね。で、これは500なんですね。80が限界なんだけどね、規制ではね、大体ね。あんまり短いと、スキャルピンでね、違反になるんですけど、まあ、手に入れの時は平気ですね。自動売買じゃないから、いくら少なくても大体平気ですけど、500も開けてますね。これ500。これも500、500ですね。これも500ですね。上があるんですね。500、500ですね。で、今3つでやってて、投資金額は634,631円ですね。今、利益中が568円。もう書いてますけどね。で、RSI は19の75、25でやってますね。で、勝率 73%。シグナル数11個中ですね。ここにこのシグナルが出て、こう出てますけどね。こういうシグナルが出てますよっていう、お手本ですね。これから下になりそうですよって、これから下になりやすいですよって、これから上になりやすいですよというふうに出てるんですね。分析データがね。で、平均ピプスが 114.7。だから、このシグナルと、これが、星が決算なんですね。これは負けてますけど、これは勝ってますね。で、投資してね、この通り。で、スプレッドも計算されてます。引かれてます、ちゃんと平均でね。で、それでね、これが、売って、ここで決算。これ負けてますけど、ここで売って決算ですね。これは買ってる。これ売って決算ですね。これ売って決算ですね。ちょっと負け。これは売ってですね。これから買いだ。買いですね。で、そういうふうに全部やってね、全部でね、これ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、16で、全部で27個あるんですね、これね。8000ライン中、4000ライン中ね。で、その時の利益ね。買ったり、この星印ね。だからね、簡単にやりたかったら、ここで取引しますでしょ。真ん中にね、この丸のね。上だったら、このね、オレンジの真ん中、あれ。ね。それで、この星が出たら、で、ここに25シフトですから、こっから25時間目ですね。で、ここで決算してるわけですね。だから全部そういう風にして取引していけばね、平均ね、114ピップス儲けますよっていうことなんですね。だから相当金額114で100円ぐらいでしょうかね。1000だったらね。114かける27個。かける100円。利益はというと、1、2、3、4。30万7800円なんですね、これ。わかります？シグナル通り通して。簡単でしょ、FX って。この通り、シグナルこう出ますでしょ？たら、このシグナル出たら、インジケーターね。で、この星にね。実際これ、この丸ごとの3ぐらいですね。
1,2,3,4 10万ぐらいでしょうか ね。このインジケーターがあれば億万長者でしょうね。わかります？今これでやったんですね。じゃあこれでやったらいくらでしょうね。これは平均ピックスで304なんですよ。相当多いですね。これはね、まず4000ラインだから、4000ラインって言ったら何日間？ 4000 時間だから、まず割る24ってやるね。日が出ると166日ですね。うん、だから半年ぐらいです。365日だから半年間でさっきのは10万だったのね。じゃあこれはいくら稼げてるかっていうところですね。平均304でしょ、 0.7 ピップスだから、約これこの値段ぐらいでしょ、ね、300円ぐらいでしょ。でかけることの10、ああ300いくらか大したことない。半年で3047円ということですね。1000ドルずつ投資だったらね、10回しかないから、投資がね、ということです ね。さっき計算間違っちゃった、ね。じゃあこれは、これさっきやったわけ、この利益は114.7 ピープス平均で1回のシグナルからね。でかけるごとの27回ね、3096円ってことですね。半年間ただこのシグナル通り通してたら、星用意して決算シグナルが出て、オレンジだったら下ね、あの 薄青白だったら、あの貝でね、この星印、ね、25時間後ですね、約1日置いとくわけですね。で計算すると、それで1000ドルで通してたら3096円の利益、ただ半年間ですね。1000ドル、1万ドルで3万円ね。1万ドルずつ通して、10万ドルずつ通して30万っていうことですね。10万ドルずつ通して30万。ね、賞金が3万、賞金が30万。ね、3万円、30万。結構大変ですけどね。なんていうことないですね。このインジケーターの分析通り投資するだけですからね。3分の1ぐらいになります。実際は。ね、気をつけてください。3分の1ぐらい。このシグナルが出たら外すときありますからね、こうね。これだけでやるのね。こういうのね。こう、難品は使わないでください。まあ、だけどこれね、あのこっちのストップリミットで やろうと思うんで、計算今度はね、ストップとリミット、これはねこのシグナルになってるんですけど、ストップとリミットで取引した時の計算を今度やろうと思うんで、まだ作ってないんですね、ということですね。それでやると、このストップリミット、シグナル出てからストップリミットで第一でやった時、通した時に成績がどうかということですね。そういう分析方法で、これで時間かかって疲れちゃうんで、これからシャワー浴びて、ただこの上ラインと下ラインのね、
青とこれ上にぶつかった時の RSI が周期は19で75の25でね、その時にシグナル出るんだけど、こういいとこぶつかってるとこいいとこ 見るんですよ。今回はそうしたの。だからこのシグナルはある程度のこの幅を調整してくれるということで、目安で今やってます。上限ね、ボリンジャーバ片寄せボリンジャーバンドね、これそれでね、あの私が読んでる呼び方がね、そうなんですけど、片寄せボリンジャーバンドのね、上下のぶつかり合いのいいところでね、取引してます今。その方がいいんだね、シグナルエフェクターたくさんあるから。見てると結構あるでしょ、こことかたくさんあるんで、ここもね、ここもこうたくさんあるんで、こうぶつかってるとこうまくぶつかってね、上がったり下がったりしてるんですよ。このね、これはもうダメだね、白になってないから流れちゃってるのが多いみたいですね。周単位もそうですね、大体流れるんですよ、逆張りはね、流れちゃう。だから流れるのが結構多い周期とか時間帯があるから、ね、周で日足とか周で見てくれないよ、周の方で見てくれない、みんな流れてるから。だからね、逆張りって難しいんですよ、周単位とか長く見てるね、時間足をということですね。あと15分で湧くんで、そのちょっと開いてます。まあ、お風呂が湧くんで。